早稲田大学はそもそも9月入学もすでにあります。184人ですよ。国境より多いんですよ。千葉優勝で、これね、英語で書けってところが多い。トフルとかトイって言うんだけど、こういうのはありなんですよ。だけどね、英検がね、その中に入っていないものもね、中国人向けの早稲田大学を目指す予備校がすごいんですよ。さあ、では始まりました。もちちチャンネルです。今回はですね、こんにちは、早稲田合格塾代表の平です。自称準レギュラー、モレ鉄の悪友ランキングナンバー2、これも久々に言いました。久しぶりに、はい、まあ、お願いします。まあ今ですね、結構話題になっているのが、はい、9月入学なんですよ、うんうん、もうね、武田塾も取り上げてましたけど、うん、でしたね。そんなにみんな興味あるんだなと思って。あれもやっぱりうちのチャンネルでもね、こう上げていかないといけないですよね。うちのチャンネル準レギュラーですからね、自称準レギュラー。うちも上げてるし、9月入学上げてましたね、見ましたよ、うん、見ました見ました、うん、そんな、なんかどうなんですか、早稲田9月入学ってありなの、うん、まずね、どうですかね、まず9月入学自体どうなんですか、森田先生的には。あのほら、一応客観的な話ばっかりしたじゃないですか、前の。はいはいはい、だって主観的なこと言ったって、どっちについたって批判されるだけだから。うん、あ、そうなんだ。じゃあ僕がズバッと言っちゃいますけど、まず9月入学を賛成してる人って本当にいるの？ああ、もちろんいます。いるからやってる。いるんですか？います。いるからやってるわけです。マジで？小池さんの会見とか見てても、はい、これがグローバルスタンダードですからって言うじゃないですか。はい、9月にすると、なんか海外の大学生とか来やすいんじゃないかみたいなこと言ってるんですけど、はいはいはい、グローバルスタンダードって何とか思っちゃうんだけど、グローバルスタンダードだから何って思っちゃうんだ。だってだいぶ意味が違う。スタンダードって何とスタンダードだから何は、グローバルスタンダードだから、じゃあ何かと、世の中には大学生しかおらんのかって話になっちゃうじゃないですか、まず、うんうん、違うでしょうと。大学生以外にもいろんな人がこうぐる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 回って社会で成り立ってるわけじゃないですか、うんうん、優秀な学生が取りこぼしてるかもしれないからみたいなのとか、あと9月入学がグローバルスタンダードだから、これにすると小学校とか就活とか、ね、入社式とかっていろんなものが問題になってくるわけでしょ。グローバルスタンダードうんぬんって言ってるけど、そんなにね、アメリカくんちの言葉が良ければアメリカくんちの子になっちゃいなさいっていう話なんですよ。アメリカくんちの子、そう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 、まあね、アメリカなんかあんなね、日本みたいにね、うん、みんなリクルートスーツ着て同じ、はいはいはい、しないですよね、期間にとかってないですからね、うん、そもそも大学出た後にやる人も多いし、うん、ですよね、うん、そんな、はい、まあまあね、そんな文句ばっかり言ってもしょうがないんで、今日の本題に行きましょう。今日はですね、まあ、早稲田大学と9月入学に関してというお話なんですよ、うんうん、で、早稲田大学はそもそも9月入学もすでにあります。うん、あったんですよ、もうずっと前から、うん、で、9月入学を実施している学部っていうのが語学部ですね。あ、全部ではないわけ、ね、うん、全部ではない語学部なんですよ。で、まあ多分皆さんもイメージ的に9月入学だとかっていうのは海外のものだから、まあ、国際教育学部っていうのは多分イメージしやすいと思うんですよね。うん、国際教育学部はね、そうです、9月入学ございます、 AO ですね。で、他の4学部は政治経済学部、社会科学部、そして文化構想学部、そして理工産学部。文はないんだ。文学部はあるけど、文化構想はあるけど文はないんですよ。はあ、うん、ということで、このね、まあ、計5学部が早稲田の中ではこう9月入学をもう前から実施してます、うん、はい。でね、これね、人数が面白いんですよ、はい、うん、国際教育学部、こちらね、2020年の早稲田大学ガイドブックから、あの公式ですね、うん、オフィシャルの、はい、から抜粋する数字なんですけど、国際教養144人、144、うん、なんですよ。で、まあ、これはね、すごく多いのかどうかって話になってくるんですけど、はい、なんとね、政治経済学部184人いるんですよ、はい、国境より多いんですよ。で、あと理工産学部が次に多くて、はい、105人、うん、うん、社会科学部87人、うん、文化構想学部が36人、うん、少ない、少ないですよ。まあまあまあ、こんなもんなんでしょうね、だからね、うん、それ実際、どうなってんですか、その入試別にあるわけですね、別の問題がある。そうそうそう、一般とは全然違う。あ、入試っていうか、この人たちは、まあ、ちょっとね、細かくは本当にね、学部によって細々とは違うんですけど、うん、大まかにこう共通することで言えるのは、一つにはまず応募フォーム、これを提出するって一つがあるんですね、はい。まあ、これはまあ大学のホームページにあるんですよ、うん、まあまあ、これはでもね、日本の大学生もさ、あの一般入試で願書出すじゃないですか、はい、まあ、あれみたいなもんですよね、うん、で、次に志望理由書、はい、で、これね、英語で書けってところが、このほぼほぼなるほど、うん、英語で書かないといけない、うん、で、次に4技能試験のスコア、各種、まあ、何点取りましたみたいなのとかなんだけど、うん、まあ、ちょっと面白いのは TOEFL とか TOEIC なんだけど、こういうのはありなんですよ、はい、だけどね、実用英語技能の検定、
いわゆる英検ですよ。英検がね、その中に入ってないものもね、あった。だから結構その意味で言うと、あ、なんかこれがまあ海外からなのかなっていうことで、そう、日本人が受けるやつですかね、英検ってね、うんうん、そうなんですよね。だからこのね、ガイドブックにもこう書いてあります。9月入学は主に国外の中等教育機関修了者を募集する入試制度です。おー、なるほど、うん、でも公式に書いてあるんで、あー、なるほどなーって感じ。中等って中学校のことじゃないですかね。違います、違います、違います、そうじゃないんですよ。ね、パキスタンとかあっちでもないですからね。違いますよ、はい、はい、違いますよ。分かってんじゃない、さすがに。はい、中学の、ね、高等が大学のことですね、うん、高等教育で。一応その、まあ、政経社学国教は、うん、まあ、国内外問わずとは書いてるんですよ、うん、でもまあ国内でこの募集枠で来る人って誰って感じしますよね、一応ね。で、まあ、文工理工は完全にもう国外のみって感じですね、になってますね、うん、日本の教育制度以外の修了者ってことになってますね。なるほど、はい、というのが、まあ、早稲田の9月入学の数字になっております。はあ、国際教育学部以外にも結構あるんだなって感じ。国外の人ですもんね、国外にいる日本人じゃなくて、うん、国外にいる国外の外国人の人から、どっちでもいいんじゃない。だってそこ日本人限定とか外国人限定とかっていうのは特にないので。ないですもんね、うん、で英語でって書いてあって、うん、授業とか日本語で全部受けたらどうなんだろう。いや、でもそれ日本語なんじゃないですか。へえ、うん、それね、何も日本語できないですよ、入ったら大変だな。そんなやつ来るのかな。でもそんな来たらなんか、でも多分だけど、まあ、わざわざ早稲田大学に来るわけじゃないですか、うん、やっぱちゃんと訳があるやつしか来ない気がする。訳あり、例えば海外に住んでるけど、なんかお父さんはイギリス人でお母さんは日本人とか、あ、はいはいはい、うん、そういうのがこう日本に来るかもしれないし。なるほど、うん、まあ、中国の人たちもね、早稲田大人気だからね、知ってます、うん、最近の高田の輪は、うん、もうね、中国人向けの早稲田大学を目指す予備校がガッて、へ、すごいんですよ。もうだって圧倒的な知名度、もうあの、ね、慶応と早稲田の差が、うん、全然違うみたいね。違いすぎてて、まあ、東大早稲田なんですよ、うん、はい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 、はい、こうなっちゃってるから、うんうん、知名度が、なるほど、京大や阪大よりも知名度が高い、うんうんうん、で知り合いが名古屋大に入ったんですね。はい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 。でもどうしても早稲田に行きたいって言って、うん、それ中国の方？あ、そうなんだ。名古屋大やめ、どうしても早稲田に行きたいって。あのね、うちもね、中国の方から英語でメールが来たことがある、うん、あの塾に、うんうん、で向こうの塾の先生が日本で早稲田大学目指せるならここだみたいな感じでうちを紹介したみたいなホームページ、すげえ、うん、だけどうちは中国語もできないし、うん、中国人向けの学校でもないですからっていうことをちょっとお伝えして、もうお断りしたんだけど、ネットではあるけど、それはそうですね、一般で受けるみたい。いえ、本当に一般で受ける、うん、あるいはまあ AO も考えてるのかもしれないけど、うん、まあちょっとこう問い合わせ内容からはちょっと全部は分かんなかったけど、うん、でもそういうこともあったからやっぱ人気あんだなと思って、すごい人気、めちゃめちゃ人気、うん、みんな言う汗だってね。だからそう、 KO って言ったらはぁみたいな、うん、どこ KO KO 負けてない、学部は KO ですって言ったらはぁどこ、あー、そんななんだ。ほとんどの人は知らない、うん、でまだ東大は知ってくれてるから、大学院東大です、わーみたいな、うんうん、一般の人はただ早稲田大学は知ってるみたいな、うん、あ、そうなんですよね。中国からさ、早稲田に来る人みんなすげえお金持ちですよ。はい、やばいっすよ、うん、そうでしょうね、多いでしょうね、うん、で9月入学は結構いろんな学部がもうすでに実施してて、年間約500人から600人ぐらいの方が海外から早稲田大学に9月入学でいらっしゃってますってことです。これを4月のものをそのままスライドするとは いかないですね。いかないでしょうね。全然違う。あ、ちなみにね、ちょっと話しておくと、9月卒業のもあるんですよ。はい、うん、で、9月卒業は、僕が知る限りね、これは、僕の周りの連中だけど、うん、早稲田って留年するやつも多いんですよね。はい、当然で、留年したやつらが、まあ、ゼミとかも全部終わってってっていうことであれば、学費とかね、あんま払いたくないじゃないですか。はいはいはい、だから、さっさと9月で卒業するっていうことにするんですよね。っていうことがありますね。確かに。そういうのもあるんです。9月卒業、まあ、8月に終わるってこと、9月に終わる、あの、ね、一応9月卒業なんですよ。そっか、9月の大体始まるの遅いっすもんね、うんうん、なるほど。そういった形で早稲田には実は9月入試が存在していたと、9月入学、入学がありますということですね、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そのまあ僕なんかロサンゼルス大好きなんですよ、はい、でロサンゼルスとか行くとさ、そのまあなんか暑いにしてもカラッとしててさ、なんか日本の夏みたいなジメッとした感じじゃなくて、うん、いい暑さやーって感じになるじゃないですか。多分ね、僕ね、グローバルっていうのはこういうことな気がするんですよ。要はなんかこう、まあ異国の地に行ってさ、
例えば日本に来るじゃないですか、留学生が。あ、日本ってこんななんだとかさ、ね、あ、日本の4月入学ってこんな感じなんだとかさ、ね、4月卒業ってこんな感じの中みんな卒業していくんだなとかさ、あと3月ね、あ、そう3月、そうそう3月卒業とかね、とか日本の学生ってこんな考え方するんだ、あ、うちの国では考えられないなとか、なんかそういうことにその刺激を受けて、で自国に帰っていくことでまた自国のことを新たな違った視点で見られるとかね、そういうことがなんかこう留学に来るとか留学に行くってことのなんか良さだと思うわけですよ、ね、だからなんか世界がそうだから日本もそうってなるのはただなるなんかこれは国際化じゃなくて画一化なんじゃないかなって思っちゃうんだけど、うんうんうん、なるほどな、うん、じゃあちょっと次の動画はなんでだろうからいきましょうか。で俺がなんでだろうからやってで森哲が海の中で出汁が出ないのなんでだろうっつったら森哲先生横でこうやってください。古い古い古い、で通じないわ。そこからね、森哲のお家なんでだろうって言ったら使えねえからって言って、ここバキューここバキューン入れて使えなかったら使えない。いやいや違う違う、9月入学だからアイスブレイクの使い方間違ってる。分かった分かった、はいはい、じゃあ行きましょうか。